マスギ芸能社の浅草キッド、エル歌舞伎のエル歌です。はい、どうも、デロリアン林です。このマスギ芸能社の浅草キッドと言い続けて、どういう効果が起きたか知ってますか、あなた。なんですか。昨日とうとうですね、はい、あの中野 TWL という、はい、インディーズ芸人の聖地という裸足でネタをやる、私が一番好きな会場ですけどね。1年目とかの人がよく出るライブの告知をなぜか博士とうとうリツイートと、これはもう自他ともに認めるハマってる状態と私は言っていきますでこれ TWL も盛り上げようよ俺らで。いや、そうだね。あの俺はもう一番最初に東京でできて立った、まあ、別コンビですけども、が TWL でしたから。そうそう、で、はい、ね、ただ前回の RD さんのライブロフトプラスさんでやるときに断ったのは阿佐ヶ谷産業商工会館和室冷蔵庫マンの日本冷蔵庫研究所って感じでキャパ7のとこですから和室とかよ。いや本当はもっと入るんだけど、たまたま7人が、確かに、はい、来るという。キャパ10ですね。七英雄と私が呼んでますけど、7がね面白いから、七複製だぞということでね、はい、まあね、早速、ニュースがいろいろありまして、はい、3月18日配信なんですが、はい、昨日ですね、あの女優の麻生のぞみさんという人が逮捕というのがニュースで流れました。麻生のぞみさんでね、はい、存じないでしょ。はい、存じない。その女優の麻生のぞみさんが逮捕と、で覚醒剤を所持して、いやだ、で覚醒剤1900回分の、え、だから俺そんなにエロいのかなと思ったんだけど、その後に密売の可能性があったという。あ、なるほどね。なんか彼氏と一緒に捕まったんだけど、一緒に住んでたから、まあ1900回分でしょ、だからまあ何年ちょっと分かんない、どんなペースで使うのかも分かんないからでね、ニュースの映し方で、あ、この人何の人かってパッと分かったんですよ、その人の DVD のパッケージが顔アップで映って、なぜか DVD 一面が映るんですよ、ニュースに、でその顔の横に CA って書いてあったんですよだからで、CA、キャビンアテンダントの略でしょ、だからそれをさ、女優としか報じれないのってどうなのかなっていう。まあ確かにね。だってさ、言葉できたでしょ、セクシー女優とか。はい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 。でこれもね、キャビンアテンダントの、セクシー、まあ俺がね、でその昨日この40分バージョンを撮ってくれてる作家の深町始めたやつと喋ったんだけど、AV ってなんで言えないんだろうねって話になって。いや、そうだよ ね。ちょっと前に AV に過去に強要された人たちの人権を守る会 AV なんだが発足してね、でそのサイトのアドレスが AV 人権っていうね、ドットコムみたいな、もう出さざるを得ないわけでしょ。そうだね。で、なんでかっていうのを考えたら、AV っていうのニュースで流れた時に、子供に惹かれて困るっていう多分苦情なんだろうね。ああ、なるほどね。そう。あと、そういうことね。だから、セクシー女優だとごまかせんじゃないかと。ああ、セクシーって何？確かにね。色気があることよとか。確かに子供がね、AV だとな、いろいろ想像。だから俺もね、最近はなくなったけどね、本当去年ぐらいまではね、AV 機器って見るたびにね、僕はね、やっぱね、電気アンマンを思い出しましたね。AV、はい、電気アンマンを思い出しましたよ。AV 機器ってそういうものなんだ。ローターとか僕、やめてください。この配信も、やめてください。この配信もね、子供が聞いてて、どうするんですか、親に。ローターって何とかね。ローターって。あの、バスが集まるとか、あ、それはロータリーね、みたいな。ああ、もう子供知ってるじゃん、もうそこまで。それはロータリーって言ったらもう。だから、セクシー女優になった時に、俺の認識でいくと、高島玲子さんもセクシー女優なんですよ。ああ、そうなの。から溢れ出る色気ね。ああ、まあ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 、確かに。そういうね、ちょっと言葉のね、どうなの。何に感じるか分かんないわけですからね。そう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 。ね、前俺、見たのは、あの、ビルに興奮する人いたっていう。ああ。ビルじゃなくて、ビルに。ビル。はいはいはい。ビルに興奮して、あの、その人の場合だと、ビルの壁で擦っちゃったっていう、エピソード喋ってる人がいたんですよ。あの、でね、昨日、その、つぶやいてる人がいて、麻生さん捕まったのかっていうツイッターのつぶやきを見て、はい、俺本当にびっくりして、え、麻生太郎ってこの時期麻生太郎じゃん麻生さん捕まった。そうだよな、絶対あれ釣りなんだよ。釣りだね。そうそう、釣りつぶやきです。はいはいはい、ちなみにね、秋葉原にかつて麻生太郎ビルってあったの知ってます？あ、そうなんだ。俺たちの太郎って書かれたビルがあって、それが2008年の総裁選の時に勝手に応援するという名目で勝手に麻生太郎ビルを名乗ったビルがあったの。あ、やだね、そういうのね。そう、籠池さんみたいだね。そうそう、勝手に言っちゃうみたいな。勝手にね、で、その下で総裁選まんじゅうってのを売ってたの、そのビル。いや、もうそれすごいありきじゃん。で、その前はそれありきじゃん。麻生太郎の総裁選の前はダンボール肉まんって書いたビルがあったらしいよ。あれ中国のやつだろ。食べたかったね、ダンボール入りの肉まん1回ぐらい。いやいや、いらねえよ。いやいや、なんか下水油とか行く時流行ったよな。中国のね、中国の下水油。あとはね、V6 のメンバーが既婚者4人になったという。ついに妻は全員女優だって。
あ、そうか、うん。この流れで女優っていうのはちょっと俺よくなかったけど、本当の女優ね。いや、ほんで、AV 女優も本当の女優ですよ。三輪明宏さんの時代は女優って言われたタイプの女優ね。本当の女優。女優って呼んだんです。まず、いのっちの奥さんが瀬戸朝香さん。ね、ああ、そうかそうか。キリリの CM でね、熱演されてましたけど。はい、いい、アジャコングと一緒ね。はい、そう。そして、長野博さんの妻が白石美帆さん。あ、そうだね。エンタの神様でね、拍手する役を熱演されてました。はい、いやいや、それ女優。いや、それはもう、いや、ね、いやいや、違う、それ。エンタの女神、女神役でした。女神役、あ、はい。で、福沢明が、神様役。笑いの神様。笑いの神様。それ、ジャストミートしてないな、それは。そして、岡田くんの奥さんが宮崎あおいさんと。あー、ね、そうか、映画の7をやってましたから矢崎あおいか、そうかそうか。で、もう一人いんのか、もう一人俺書いてねえな。あ、それで V6 の森田剛君と、宮沢りえさん、りえさん、森田剛君だよ。いつから、いや、いつからお前ね、うん、ジャニーズ入ったんだろうね。確かにね、あの先輩も組んで呼ぶ、組んで呼ぶっていう。そうそうそう、東山さんは東山さんなのかな。東山君とは呼ばねえべ。どうなんだろう、ね、俺らはない。ドローンズ石本君って呼んだ方がいいの、ジャニーズ、マセキジュニアとして、まあまあ、お互いイケメン同士ではそっちがいいんじゃない。狩野英孝は先輩だけど呼び捨てにしていこうかな。いや、やめろよ。なんとなく飲んでたことで、 V6 の独身が虫なんてくんだな、じゃあ。いや、あんまね、あれいいんですよ、電波しないんだけど、はい、V6 の独身は坂本くん46歳、うん、三宅健38歳だって、あと2人。あー、どうする、多分元気が出るテレビだよな、三宅健って。あ、そうなの、三宅さんは確かに。三宅さんっていうとまたちょっとあれなの、アナウンサーみたいなの。TOKIO のリーダーも47歳独身ですよ。おー、ね、この前さ、だからそのロフトプラスワンでさ、うん、ガチンコの映像がちょっと流れるっていうのがあって、あ、見るっていうのはありましたね。昔のさ、あの暴走族にこう説教する TOKIO のリーダーの城島がさ、うん、むっきり関西弁でさ、かっこよかったね。どこが TOKIO って思って、わかるやん、そうそうそう、自分って言って、そう、おのおの見るスタイルでしたね。そうそう、早すぎた患者にって言われて、まあ、そんなこともありまして、はい、あとはね、鶴野武さんが卒業式で親子ショットをインスタに載せまして、うん、娘さんがね、小6なのかな、武さん中1なのか、はい、武さん、はい、ね、だからこれ早すぎた武さん独立騒動っていうか、羞恥心からまず独立受けまして、はい、で、コマネチじゃなくて子育てって言って、イクメンキャラになった子育て、そうそうそう、いいいいいい、ありました。それ言いたいだけじゃない、それ言いたいだけです。なんで、ね、はいはい、あのフライデー殴り込み事件じゃなくてね、うん、オールスター感謝祭殴り込み事件、そんなことも YouTube であったり、そっちの今ちょっと有名かな、ね、ありましたけど、はい、そしてですね、はい、ここで散々喋ってる、うん、オフィス北野から離脱した第1号の人をやっと調べました。ああ、分かったんですか。元ラグビー選手の松尾雄二さん、うん、で、そうなんだ、僕は出ますとってなってしまったので、うん、オフィス来たのの松尾枠がとうとう番内さんのみになってしまった。今ちょっと危機ですね。色？肌の色？松尾枠。松尾枠？そう。うん、松尾雄二さんはですね、うん、4年前に同社に所属しまして、はい、たった4年間でオフィス来たの離脱第一号で書くなって話だよね。たけしさんと仕事がしたいと心に決めて入れていただいたと。はい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 。ただね、僕ら残念ながら勉強不足で、はい、松尾雄二さんがたけしさんとお仕事してるとこちょっとまだ見てない、ね、見てない僕らが、はい、夢はまだ叶ったのかどうか我々のところでは、うん、じゃあそのちょっと映像もね、もしもあったら見てみたい。松尾雄二さんで皆さん検索していただきたい。お前しろよ、ね、お前しろよ。たけし軍団とスクラムは組まずに、ああ、なる、お、どうですか、そうだね、五郎丸ポーズでドローンしたと。あれ忍者じゃねえだ、ねえ、でタレントの長谷川理恵さんといとこなんだって、松尾雄二さん。あ、そうなんだ。ってなると石田純一とも遠い親戚になると。あ、そうかそうか。ということで自らオフィス北野の靴下となって脱がされていったと。どうですかこの強引なインフミ。ちょっと強引すぎるの、ね、まあいいんじゃないで、ね、まあまあいいけど、ついでに調べたんですけど、はい、ちょうどグローバルフィーバーで湧いていた頃に、うん、元ラグビー日本代表の大八木篤さんが、お、あ、大八木さん、はい、あの脅迫容疑で書類送検されたありましたね。でこれね、ちゃんと言っときたいんだけど、結局不起訴だったらしいんだよ。だから示談かな、なのか、まあ、不起訴だの、だから、うん、不起訴の案件にもかかわらず、うん、五郎丸フィーバーの時に大八木篤さんいないのよ。あ、そうなんだよ。あんだけ積み上げてきたのにラグビーキャラ。そうかそうか、かわいそうなんだよね。おお、なるほどね。なんかあったのかな、その時ね。なんだろうね、裏から大八木に全部取られちゃうぞ仕事だったっぽいな。なあ、だってなんかそういうこと言うもんね、なんか相撲とか、あ、レスリングか、レスリングのやつもなんか誰かがさ裏で大きくしたいんじゃないかみたいなのを言ってる人もいるしさ。そう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 、ね、いいですね、こう気なくさいの好きですよ、うん、
ちなみに大八木敦さんは松竹芸能所属と。だから松尾雄二さんはオフィス系だからさ、うん、一強タッグの M1 もね、ちょっと見たくないですか。一強タッグね。あ、はい、最初ホイッスル吹いてね。いいで最後いい もうトライ。いやもうやる。わかんねえよそれで落ちたのかどうか、ね。ぜひ見てみたいなと。思っております。あ、ね、なるほどね。早くも10分いってしまったんで。はい、最後に。はい、毒蛇使いの達人、うん、コブラに噛まれ死亡という。うえすごいね、工房も筆の誤りみたいな。本当そうだね。行動ことですよね。マレーシアの消防士、うん、アブザリン・フシンさん、かっこ33歳がコブラに噛まれて死亡したと。お、う、ぉ、んね。そういうことあるんだね。やっぱプロ側失敗する。だから、でも、まあ、織田武道さんがあれでしょ、うん、幽霊見えなかったみたいなことと似てるね。いやいや、見つかった。でも、アブザリン・フシンさんは、はい、消防士なんですよ。え、そうなの？そう、マレーシアの消防士で、毒蛇使いの達人でもあったという。うん、でもこれがなんかすごい有名人みたいで、うん、なんかマレーシアの各メディアがユニークな才能が失われたと一斉に報じたという。ああ、うん、ちょっと見てみたいね。レッドスネークカモンじゃねえけど。33歳だよ、まだ。え、若いね。だから、一つ言いたいのは、うん、その、動物とあんまりそういうことしない方がいいと思います。本当に。だって昨日もここで喋ったのは、カバと自撮り撮った人が死んじゃったんだよ。まあまあ、ね、まあ、まあ、いやでもまあまあ文化みたいなもんだからね。そうかな。だ刀剣みたいなのやってる人もいるじゃない。サルマン氏とかあれじゃないの。俺がね、小田裕二やったら言いますよ。何の？野生なめんな。そういうことです。ダメなの。追い打ちかけなくていいだろ、本当に。ということで。野生なめんな。あ、いいね。お互いの心の中の山本貴弘が暴れました、そうだね。今完全に俺の中でビジョンで、エンタの神様で、もう右拳を上げてる山本さんが今、山本貴弘さんね。いますね。ということで、はい、また明日配信します。はい、お聞きになさってください。